ニュースをお伝えします。全国地震および火山部門科学技術発表会が、諸村科学技術総連盟中央委員会、諸村地震および火山協会の主催で6日と7日に行われました。地震・火山の予測と予報の実用化というテーマで開かれた発表会は、地震・火山部門で収められた科学技術の成果を極力共有し、吸収・通報して人民の生命安全を守り、災難に迅速に対応するのに目的があります。キムルソン総合大学地震局国家科学院地質学研究所などの教員・研究者などが参加しました。科学者・技術者・専門家からの40余りの論文が提出されました。各地で農村住宅の建設を本格的に推進するための物質・技術的土台を固めています。各地の設計研究所に設計の最新設備が備わり、平壌建築大学での遠隔教育を通じて設計士の資質が高まっています。平壌市、南浦市、平壌北道、ハムギョ北道など各地で建設チームが質量ともに補強され、現在生産工場の整備補強と生産能力アップも積極的に推進されています。平壌市の各古料薬工場で集団的技術革新運動を活発に展開して成果を上げています。ポトンガン古料薬工場では新製品開発のための原料と資材の保証対策を立てる一方、価値ある技術革新案を積極的に導入して効能の高い古料薬を生産しています。チュング古料薬工場、テドンガン古料薬工場、サドン古料薬工場などでは設備を技術的に整備補強して良質の古料薬を量産しています。国土環境保護省森林総局で過去同に有用動物の保護区と飼育施設扱い、すでに選定されている臨時有用動物保護区の生態環境を保存することに努めています。有用動物の生息に必要な条件を作るための計画的な対策が講じられています。自然保護区に生息する動物を保護し、個体数を増やすことに力を入れる一方、各保護区の間の生態ルートを選定して調査しています。有用動物を保護し増やすための大衆挙げての運動が展開される中、動物保護区の管理で模範的なところの経験が一般化されています。各国の政界、社会各界の人が祝電と祝賀の手紙で敬愛する金正恩総書記への熱い敬語の念を表し、父の祖孫の前途には勝利と栄光だけがあるだろうと述べました。タジキスタン共和国共産主義青年同盟中央委員会第一書記は、金正恩総書記の正しい指導のもと、祖孫革命への継承性がしっかり保障され、先代の指導者たちの遺訓は違えず実行されている。総書記に導かれる祖孫人民は、父思想に基づく強力な社会主義国家建設異業でさらなる成果を収めるだろうと述べました。ギニア・キムルソン農業科学研究所所長、フィリピン祖孫連帯及び友好協会会長は、祖孫人民が祖孫労働党第8回大会で示された歴史的な目標の達成で成果を収めるものとの確信を表しました。祖孫民主主義人民共和国との友好及び文化協力ロシア協会会長は、祖孫人民軍軍人と祖孫人民が祖孫半島だけでなく地域の平和と安定を保障し、社会主義建設と国防力の強化で絶えざる進歩を遂げることを信じてやまないと述べました。以上でこの時間のニュースを終わります。菅総理がお伝えしました。こちらは祖孫の声放送です。祖孫の声放送へようこそ。おららかな春の真っ盛りということで、町々の街路樹も美しい花装束のこの頃です。
皆さんの地方ではいかがですか？はい、太陽節、偉大な金日成主席が誕生した4月15日の祝日もあと数日ですね。はい、左三次元誰もが偉大な金日成主席を心から敬語していますが、昨年各国のリスナーの方々から寄せられたメールを拝見しますと、皆さんも同じ思いでいらっしゃると存じました。昨年は偉大な金日成主席の生誕110周年ということで、主席を偲ぶ皆さんの思いもなおさら扱ったものでしょうね。はい、主席を敬語し、主席の革命生涯と不滅の業績を称える電子メールが実にたくさん届きました。日本の方々も例外でありません。多くの方々が主席のことを歌った歌のリクエストをお寄せになりましたが、それを見ても伺われますね。そうです、千葉県の大宮昭義さん、大宮昭義さんは、不滅の革命参加金日成将軍の歌はいつ聴いても名曲だとして音楽のリクエストをしてくださいました。埼玉県の荒木智久さん、荒木智久さんは、主席のおかげで国中に満ちる幸せと喜びを歌い、その恩をいついつまでも伝えていこうとの諸村人民の思いを歌った主席のおかげさという歌をリクエストなさいました。他にも多くの方が主席への敬語の念を響きし、諸村の歌をリクエストなさいました。歌のリクエストだけではありません。東京都の鈴木優太さん、鈴木優太さんは、金日成将軍に捧げる歌を書いてお寄せになりました。そうです、鈴木さんは詩で、主席が奪われた国を取り戻すための戦いの道に立ち、いつも革命同士と人民の中にいて生死苦楽を共にしたことについて感動深く歌いました。千葉県の坂本勝文さん、坂本勝文さんは、詩父の虹で主席を世界の太陽と称えましたが、このようなメールを通じて、金日成主席は諸村人民だけでなく日本のリスナーの方々の心の中にも永遠の太陽として生き続けているとの皆さんの熱い思いがそのまま伝わってきました。はい、偉大な金日成主席を敬語してやまない日本のリスナーの皆さんの熱い思いを振り返る時間でした。皆さん、今日はこの辺で、次回をお楽しみに。その教石永遠なり。30年前の1982年、1993年4月9日、偉大な金正日同志は朝鮮民主主義人民共和国国防委員会委員長に推挙されました。金正日同志を共和国の最高ポストにいただいたのは、朝鮮式社会主義が試練を乗り越え力強く前進できるようにした大きな出来事でした。前世紀の末頃、社会主義を建設していた一部の国が資本主義へと舵取りした刺激的な事態が発生しました。これを機に帝国主義者の攻撃の矛先は社会主義の砦である共和国に集中していました。このような時であった1990年代中頃、金正日国防委員長は独創的な先軍政治を行って帝国主義者の孤立押しつぶし策動を粉砕しました。いつのことか国防委員長は活動家たちに、自分が人民軍のことに力を入れるのは軍隊が強く、軍隊に力を入れて初めて社会主義を守れるからだという意味の深いことを言いました。そして自分が人民軍への現地指導をするのは、朝鮮革命に提起された社会主義を守れるか守れないかという深刻な問題を解ける鍵がまさに軍隊にあるからだと言いました。このように国防委員長は祖国防衛の意思を持って兵士を訪ねて険しい峰々を越え、また越えました。その道には敵の銃口が常時狙っているパンムンジョムや152折のオソン山の崖道もあり、夜日に次いで雨の日も雪の日も越えたつづら折のチョルミネもありました。絶え間なく歩き続けた戦軍の道があるので、朝鮮人民軍は無敵必勝の強軍に強化発展し、
朝鮮式社会主義は固く守られました。戦軍の道は決して軍力強化のための道だけではありませんでした。国防委員長は関運道の畑のへりでは工事整理の大構想を示し、北部の畑のへりではジャガイモ農作革命の炎を燃え上がらせるなど、人民の皆を社会主義強国建設へと呼び起こしました。純国産の人工衛星の打ち上げに成功し、至るところで大規模水力発電所の建設が推し進められ、人民の生活に潤いを足す現代的なモデル工場が建てられた。これらの成果は国防委員長の苦労と引き換えた尊いものです。朝鮮人民は国の自主権と民族の尊厳が無比の弾力と度胸を持つ卓越した指導者をいただいて初めて固く守られるということを痛感しました。自分の全てを捧げて社会主義祖国を固く守り、社会主義強国建設の土台を築いた金正恩国防委員長の業績を朝鮮人民は切まで必ずでしょう。その業績永遠なり。皇太子でお話ししました。